皆さん、こんにちは。ネットウェスアナリスト、横田修林です。今日はですね、ちょっと嬉しいニュースを紹介したいと思うんですが、こちらになります。はい、つい先日、4月の21日に発表したばかりなんですけど、ちょうどですね、今日、なんとですね、累計4000本を達成しました。ということで、おめでとうございます。ということで、何年だ？もともとは遡ることですね、2010年の6月14日にですね、始めまして、かれこれ7年弱になりましたけど、投稿した動画が4000本ということでですね、素晴らしい記録だと思います。で、ちょっとこちらを見ていただきたいんですが、これアナリティクスのですね、数字見てもらえばわかるんですが、2010年4月21日から2017年の4月20日ということで、これで5、6、7、丸3年ちょうど経ったわけなんですけど、ここにありますようにですね、全期間で、4月21日から4月20日までで、作成日が4月21日だったんですけど、動画の本数が2675というふうに出ています。で、現在の視聴回数の合計が462737というふうになってるんですが、まあ前の数字がですね、ちょっとこれもここしか残ってないんですけど、1325本あったということが、このですね、スクショで残ってるんですね。ここちょっと見えにくいんですけど、1325本ありましたので、合わせて4000本ということになります。4000本ですよ。一郎よりすごいですからね。コツコツと動画を撮ってきた、成果じゃないかなと思います。現在は、この、新チャンネルの方で2675本なので、まあ、とりあえずこれを3000本してですね、一郎の記録まだまだもうちょい先ですけど、抜けるのかな、頑張っていきたいなと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、本当はね、4月の21日の時に一緒に発表できればよかったんですが、その時に実は気づいたんです。4月21日にやるってことは決まっていて、合計数見たら4000本を若干下回っていたので、少し発表が遅くなりましたが、今日、皆さんに報告いたします。まあこういうね、切り板はすごく大事です。自分のモチベーションを保していくこともできますし、一つそういう、切り板を目指してですね、頑張りたいと思いますので、まあ、次はね、3000本ですね、目指して頑張っていきたいと思います。まあ次のもう一個ね、ポイントは、6月14日ですかね。これをまた記念日にしてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。